こんにちは、トイズガオです。はい、今日は11月16日ですが、カメラの方がね、壊れたという動画を出しましたが、新しいカメラをね、注文してあるんですけども、これがね、明日届きます。日曜日なんですけども、明日届くので、まだね、レビューはできないかなと。でね、ちょっと iPhone の方でも撮影してみたんですが、ちょっとね、これも、映像の方が、この前のね、SD クロスシルエットのガオガイガーの時のようにね、画像がこう、ちょっと、これ今ミニプラですけども、この辺までこう持ってくるとね、このようにボケてしまうので、このカメラ iPhone じゃないですけど、パソコンの外付けのウェブカメラなんですけど、結局そういうことになっちゃうので、このぐらいまで話せばできるはできるんですけどもね。やっぱね、このオートフォーカス機能がついてるカメラっていうのが、でかいものの時は話してね、ピントが合う。で、このぐらいまで近づけて、それでもピントが合うというのがオートフォーカスなんですけども。もうこの全カメラにこういう機能、そのオートフォーカス機能をね、つけてほしいんですけども。iPhone もこのウェブカメラも、こういうね、オートフォーカスがないので、どんだけ画質が良かろうが、オートフォーカスがなければ意味がないということで、ちょっとね、ミニプラの方で試してみたんですけども、やっぱこれがこうなってしまうのでね、このミニプラの方は完成したところからちょっと撮り直したいと思います。新しいカメラが来てからね。ミニプラはそんな感じでね。で、今ね、これ本日発売の仮面ライダー01の RKF 仮面ライダー01。ハイブリッドライズフィギュアなんですけども、こちら買ってきまして、これね、一つで5つのフォームが楽しめるものですね。はい、これはね、前に買ったこの RKF のライジングホッパー。これと比較して、遊んでみたいと思います。そして、このガンプラがね、ありますけども、ビルドダイバーズリライズのコアガンダム G3 カラー&ビートルユニット。はい、こちらは、エアスリーガンダムの次に出て、ちょっと前にね、発売したもので、ヴィーナスアーマーというのがね、アースアーマーに代わるヴィーナスアーマーとこのコアガンダムが合体して、ビートルガンダムになるんですけども、このコアガンダムのこの色が、かなり古いタイプのね、今、劇中に出てるものではなくて、なんか回想シーンにね、ちょいちょい登場するこの G3 カラー、これが入ってますね。なので、劇中を再現するにはこのね、アスリーガンダムに付属のコアガンダムと合体させると、この劇中と同じようになりますね。形としてはこのね、G3 カラーでも、このビートルガンダムにはなるんですけども、より劇中のカラーで楽しみたいという方は、このアスリーガンダムについているコアガンダムと合体させたいなというところでね、そちらもやってみたいと思います。はい、そして、このビートルウェポンズ、こちらが、このビートルガンダムの専用武器ですね。専用武器が別売りになってるというね、そういう商法ですね。これはアースリーガンダムと同じ日に発売されたんですけども、これを持たせると、劇中と同じ、ビートルガンダムが再現できるということですね。そして、こちらのマーズ4ウェポンズ。こちらもアースリーガンダムと同時発売で、買ったんですけども、これもね、マーズ4ガンダムの専用武器で、この、ね、近距離タイプのね、マーズ4ガンダムの剣とか斧とかね、そういったものがありますね。で、マーズ4ガンダムは今日発売で、ちょっとこれ、あとバルキランダーとかニュージオンガンダムとかもね、今日発売なんですけども、ちょっとそれをね、今日はとりあえずこれだけね、買っておきたかったので、これを買ってきまして、マーズ4ガンダムと、あとバルキランダーぐらいは買いたいんですけども、ちょっとニュージオンガンダムは手が出るかどうかわからないので、これいろいろ買ってあるんでね、あんまり買うとまた積みプラしてしまうので、積みプラだけは避けたいんでね。なので、マーズ4ガンダムの方と、できればバルキランダムね、明日ちょっと出かけて買っていきたいなと思ってますね。ということでね、これからレビューするのはこの辺かなというところで、カメラさえあればね、これから撮れるんですけども、いかんせん、まだ届いてないので、
明日届いたらね、撮影をやろうかなと思ってます。こちらのミニプラの方からやっていきたいなと思いますので、ちょっと今週はいろいろとありましたんでYouTube の方のね、規約の件とかね、ちょっとね、いろいろバタバタしてしまって、もう本当撮影どころではなかったんですけども、カメラが届いたらね、撮影の方もバンバンできると思いますんで、また動画の方を1日1本か2本出していきたいと思います。はい、ということで以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。